毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、小田井涼子です。日本物理学会70周年の企画、物理学70の不思議、解説シリーズへようこそ。今回の不思議は、異質な物質同士の理想の出会いとは、です。今回はちょっと毛色が変わって、応用よりのお話です。私たちの身の回りにある電子機器の多くは、トランジスタでできてます。最新のパソコンの CPU の中には、10億個以上のトランジスタが入ってるって言うんだから、すごいですよね。トランジスタは、信号を増幅、またはスイッチングすることができる素子で、半導体などの2つ以上の違う物質を組み合わせることで作ります。違う物質を組み合わせてできるデバイスは他にも、太陽電池、LED、レーザーなど、身の回りにたくさんあります。二つの物質を重ねた、界面での見現れる超伝導、っていうのもあります。そんな感じで、私たちの身の回りにはたくさん、違う物質の組み合わせがあるんですが、どんな感じでくっついてるかを調べる方法っていうのがほとんどありません。私が知ってるのは、透過型電子顕微鏡、デムくらいです。一方、物質の表面状態は、操作型トンネル顕微鏡、STM や光電子分光法などを使って、構造だけじゃなく電子状態も調べることができて、表面状態は結晶内部の状態と違う状態になってるってことが分かってます。なんで、どんな感じでくっついてるか、どうすればうまくくっつくかってのも、未だにあんまりよく分かってません。シリコンなど、身の回りでよく使われてる無機半導体の場合は、単結晶の基板の上に別の無機半導体を結晶の配列を揃えた状態で薄膜成長させることで界面が綺麗な接合を作る方法が使われてますが、この方法だと高指定数が近い結晶同士しかダメだったり、超高真空が必要なんでコストがかかったりとデメリットも多いです。この状況を一変させたのが導電性の有機物です。有機物は無機物と比べて柔軟性があり、また、物質の一部を変えることで性質を変えられることから、無機物の時よりいろんな組み合わせが作れます。また、貼り合わせる時も、真空で定着する以外に、印刷するみたいに吹き付けることも可能なものもあって、コストの削減にもなります。有機EL のテレビや照明なんかを見る機会も増えてきましたね。ちなみに、導電性有機物の発見者は白川秀樹さんで、2000年のノーベル化学賞です。ただ、有機物が万能かって言うとそうじゃなくて、柔らかいせいで動作速度が遅くなったり、酸素や水分に弱かったりします。また、熱揺らぎが大きくて、海面の構造がどうなってるかを観測するのも難しいです。最近では、無機物と有機物のいいとこ取りができるように、無機結晶の上に有機分子をきれいに整列させるハイブリッド海面が注目を集めています。無機物同士、有機物同士にはなかった新機能が出てくるといいですね。また、新しい組み合わせだけじゃなく、海面の原子構造や電子構造を物質を壊さずに観察できる新しい観察手法も開発されるといいですね。そんな感じで、違う物質の海面をどうしようってお話でした。私たちが普段何気なく使ってるものの中にも、こういう物理が潜んでたりします。間違い、コメント、ご意見がありましたら、コメント欄、質問箱等でお願いします。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローよろしく。ほなまた次回。